長島ジョージは、ドイツミュンヘン在住の自動車デザイナー。カークラフィック誌で、名車の残像を連載した後単行本として、上司、現在は、同氏で、他社、名車、古車ルルデザイナー的見解を連載中。東京生まれ。高校1年生の頃デザイン雑誌を見ていて、千長谷にあったデザインスクールを見つけ、その自動車デザイン課に週1回ほど通ったという。 1978年に、武蔵野美術大学工芸工業デザイン、学科卒業後、ミシガン州デトロイトに親戚がいたことから訪ねて、行くのを兼ねて、ウェイン州立大学に進学した。1980年初夏に、同大学工業デザインの修士課程を修了し、オペルに就職した。コンセプトカーのジュニアとコルサスパイダー、カデット44を担当した。 フランクフルトでの生活に慣れてきた頃行ったパリ旅行でカルチャーショックを受けフランスの自動車メーカーでの勤務を志した。1986年春にオペルを辞職しルノーに就職。フランス自動車工業開発の日本人デザイナーだったという。当時流石赤字に苦しんでいたルノーの社長だったジョルジュベスは2万人に及ぶ回顧を 決定し新たな人員採用を厳重に禁じたが、これと並行して全社で25名のみを社長自ら一人、数と審査した上で新規採用することにし、その中の一人が長島であった。ルノーではサフランのデザインを担当した。1988年には BMW に転職した。同社では5シリーズ Z3 ロードスターの外観デザインを担当した。 2009年に京都聖火大学デザイン学部に就任。2015年には東京工科大学デザイン学部客員教授に就任した。ヨーロッパ自動車人生活 P69。ヨーロッパ自動車人生活 P46。ヨーロッパ自動車人生活 P69。ヨーロッパ自動車人生活 P207。ヨーロッパ自動車人生活 P70。 ヨーロッパ自動車人生活 P76 ヨーロッパ自動車人生活 P87 ヨーロッパ自動車人生活 P202 東京工科大学学部大学院案内デザイン学部工業デザインコースについて東京工科大学2015年10月14日閲覧東京工科大学関東の大学力朝日新聞デジタル朝日新聞社 2015年10月14日閲覧。ありがとうございます。